フィギュアスケートシーズン初戦に臨んだ三原舞依。この後まさかのハプニングが。なんと機材トラブルで音楽がストップ。それでも無音で演技を続けますが、結局自ら CD を持参し途中から演技を再開します。毎年夏の終わりに行われる元サンサマーカップ、多くの選手はシーズンのスタートとなる大会で、今年は坂本選手、三原選手をはじめ多くの大会常連選手が出場しました。さて、優勝の副賞近江牛は一体誰の手に。女子結果1位、三原舞依選手。無音トラブル何のその、さすがの貫禄です。2位には川辺真奈選手。今年から中京大中京に編入して地元愛知に戻って初戦でまずまずか。3位は住吉リオン選手。今大会も 4T にトライ、必ず実を結ぶことでしょう。 WD 坂本香織選手、松井ケリノ選手、優勝は三原舞依選手。もうすごかったとしか言いようがないです。無音の中の力強い演技、明日への活力をいただきました。そしてシニア男子は山本颯太選手が見事肉ゲット。2位には友野一希選手。今季は自分らしさで勝負。3位は三浦佳生選手。病み上がりでよく頑張りました。各選手のコメントをご紹介していきます。女子総合行き三原舞依 138.45 207.61。 曲が止まった時点でレフリーのところに行った方が良かったかもしれないけれど、流れを途切れさせたくなかったので 3LO までやりました。途中から再開してステップからコレオまでやれたのはいい機会になった。練習でもミス止めとか無音でやっているので、頭の中で曲をかけながらやっていた。女子総合2位川辺真奈 113.09 179.67。 シーズン初戦にしてはいつもよりいいジャンプが多かった。でも一番は悔しい気持ちが大きいので、それを忘れずに海外の試合に向けて練習したいです。久しぶりに滑っていて楽しいなと思って本番を滑れました。練習から何回も通したりして自信がついてきたのが演技に出ていると思う。女子総合3位住吉リオン 121.04 176.29。 ノーミスを目指していたので悔しさはあるけれど、昨日みたいに集中していない状態ではなかった。 4T は6分間練習ではいい感触だったけど、本番になって少し弱気に入ってしまったかなと思う。男子総合3位三浦佳生 123.77 203.88。 コンディションが整っていない状態だった。でも大事な試合の前に評価が知れて、改善すべきところも分かってよかった。体力が戻りきってなくて滑る前から嫌な予感があり的中した。いつものような悔しさというより準備不足。次の試合では力を出し切りたい。男子総合2位友野一希 136.05 218.48。まだ試合に向けての練習ができていなかった。この悔しさを練習につなげていきたい。 4T はこの1ヶ月靴を変えたりしてずっと感覚が良くなくて、1週間前に前の靴に戻して1か8か出た試合、昨日くらいから感覚が戻ってきた。練習ではいい 4T も飛べている。男子総合行き山本颯太 168.69 263.84。 練習をやってきたので緊張感はなかった。最終滑走での体の持っていき方も試行錯誤しながら自分なりに見つけた気がする。今は 3T や 3S の感覚を忘れるくらい4回転をすぐ飛べるようになってきて、その分3回転でミスしたのがもったいない。そうちゃんやりました。ここまで来ましたね。国内大会で宇野選手などはまだ出てきていないのですが、世界選手権やグランプリシリーズに出場し表彰台経験もある選手が出てきている中、優勝。怪我で何年も棒に振り、姉さんも気にかけるほどの逸材。今後も怪我なく末永く頑張っていってほしいです。
何かに歩き疲れた時は休めばいいさ。目に見